はい、ってことで久しぶりの Google Earth 実況です。今までね、 Google Earth 実況は東京とか大阪とかねやってきたんですけども、今回は名古屋です。で、その東京とか大阪はね、僕住んだことがあったりとか、まあゆかりがある町なんですけどね、この名古屋に関してはね、僕名古屋住んだことも、もうゆかりも何もないんですよね。まあ行ったことは何度もあるんですけど、まあだからあの地元の人からしたらね、なんかトンチンカンなことを言うかもしれないですけど、まあなんか何言ってんだこいつみたいなことがあったら、まあコメント欄に書いてくれたら読みます。はい。でね、まあ、今回その名古屋の紹介なんですけど、その名古屋はどの辺が栄えてるのかっていう話ですよね。どのエリアが栄えてるかっていうのをね、ちょっと紹介したいと思うんですよ。で、まあ、あの名古屋ってね、よくあの、まあ、名古屋地元の人はね、まあ、何でも知ってると思うんですけど、そうじゃない人がね、よく名古屋は偉大なる田舎って言ったりするじゃないですか。ネットとかによく書いてあるでしょ。名古屋は中心部は今見てるね、この名古屋駅とかね、まあ、あとこのもうちょっと向こうにいた栄、ちょっと今見てみましょうか。栄ね、こうドドンドドン、まあ、これ名古屋駅ね、これすごい都会でしょ、ね、ドドンドドン、高速いっぱい立ってね。で、この先のね、まあ、栄、あと栄と名古屋駅の間のこの今見てるこの伏見とか、あと丸の内とか、うん、のエリアとか、こうね、これ栄えてるじゃないですかね。これもどう誰がどう見てもこれ都会だと思うんですけど、ここからねちょっと離れたらね、もうすぐ田んぼが見えてきて、でもうすぐ田舎になってしまうみたいな、うん、そういうことよく言われるじゃないですか、ね、でそれってね、まあ完全に間違いではないんですけど、でも名古屋ってそれだけじゃないよっていうのをちょっと今回紹介しようと思います。でね、まあさっき言った今言ったね、名古屋は中心からちょっと離れたら田舎になるっていうのをちょっと今見せようと思うんですけど、まずね、まあ、これ中心でしょ。でこっからね北に上がっていきます。はい、こう中心からね北に上がって、あ、これね名古屋城のあたりですよね。ここはあの名古屋というか愛知県のその政治の中心というかね、あ、名古屋地方裁判所とかその法務局県庁とかあるところね。で、まあこう上がっていくとね、ずっとちょっとこう酔うかな、大丈夫かな、まあ上がっていくじゃないですか。するとね、まあまだこれ名古屋の中心ではないけど、まあまだここね、まあ、市街地でしょ、こう田舎ではないというか、まあ何をもって田舎とするかっていうのもあるんですけどね。あ、で言うの忘れたんですけど、あのこの僕このシリーズ Google Earth 実況はね、あの高いビルがいっぱいあるとこイコール都会みたいな、でそれがないところは田舎みたいなね、そのもうミーハーな、もう完全に見た目だけの、まあ、実況です、うん、で実際に重要なのはね、あの見た目よりも中身だと思うんですけど、そのビルの中に何が行われてるかとかね、どれだけそこでお金が動いてるかとかね、まあ、どんな仕事がそこでできるかとかだと思うんですけど、とりあえずこの Google Earth 実況はね、そういうの全部まあ、省略というかして、そのミーハーな視点ですよね。人間ってね、もう一般的にというか、もう単純に高いビルがいっぱいある街を都会って思うじゃないですか。で田んぼが広がっているところを田舎って単純に思うでしょ。まあそれをまあ前提にした、まあ、比較です。はい。で、まあちょっと今話はそれたんですけどね。でこう北に上がっていくでしょ。今だいぶ北に上がってきたんですけど、ここまで、まあ、まず名古屋市内なんですよね、うん、でここね、これ多分この新川新川って何て読むかちょっと分かんないんですけど、これ多分名古屋と名古屋じゃないところの境目だと思うんですよ。この先、ここから先愛知県の何市かちょっと秋田名古屋市ですよね、になるんですけど、でね、ほらもう早速まあまあ田んぼがね、まあ、見えてくるわけですよね。まあ、この感じ、これをよく、まあ、名古屋は偉大なる田舎っていうね、まあいうふうに呼ばれる、まあ、原因というかだと思うんですよね。ここ、まあ、確かにこの景色はまあ都会ではないですよね。まあ、田舎っちゃ田舎ですよね。で関西とか関東とかだと、まあなんていうか、今多分これね、名古屋の中心から電車でね10分前後の景色だと思うんですけど、まあ特に首都圏とかだと、まあ電車で中心からね10分行っただけではね、こういう景色にはまあならないわけですよね。まあ、なんかそれをまあなんていうの、そこを比べてね、まあ、ちょっと名古屋はちょっと関西と関東とはちょっと違うみたいなことを言われるわけですよね。まあ、確かにこう北に上がるとね、確かにそれは、うん、そうですよね。関西と関東と比べるとちょっと、まあ、名古屋やっぱりすぐに、まあ
まあ、田舎になるんだなみたいな、確かにそういう、まあ、何感想を持つのは、まあ、自然というかだと思うんですけどね。この名古屋ってね、で今すぐ名古屋市なじゃなくなったでしょ。ちょっと上に上がっただけでもう名古屋市じゃなくなるじゃないですか。名古屋の中心ってね、名古屋市内の結構北寄りにあるというか、中心が名古屋市の結構端っこの方にあるんですよね。だからちょっとこう北とか西の方に行くとね、すぐ名古屋市を出ちゃうんですよ。だからまあ田舎になるというか、っていうのが一つあるのかなと思うんですけど、まあ、これ地元の人どうですかね、何言ってんのって話かもしれないですけど、まあまあもうちょっと聞いてくださいよ。はい、こう中心また戻ってきました。でね、今北の方に上がったんですけどね、次西の方に行ってみます。これね、これ名古屋駅ですよね、こう中心ですけど、でここからね西の方に行くとね、はい、まあここまだ栄えてますよ ね、こう栄えてて、でね西の方、さっきの北の方に行くよりはまだちょっとまあマシってたあれなんですけど、まあまあまだね、ほら結構マンションっていうかビルとかあるでしょね。でまあこっち、まあ、北よりマシなんですけど、この結構栄えてるな、栄えてますよね結構ね、ね栄えてるでしょ。でまあでもね、こっち側もね、まあそんなにその なんていうかな、ものすごく大都会な景色がずっと続いてるってわけでもないんですよね。でまあさっき言ったように、こっち側は、こう西側はね、もうまあすぐにその名古屋市じゃなくなるんですよね。まあ結構こっちはね、北に上がるよりは、まあ、名古屋市結構続くんですが、あこれ海士とかね、ちょっとこう違う町になってくるでしょ。でまあこっちはそのずっと行くと三重県になってね、桑名とか四日市とかそれなりに大きな町が点在するようなエリアにはなるんですけど、まあこっちもね、まあ栄えてはいるんですけど、おおやっぱり大都市圏だねっていうのとはちょっと、まあ、違う、まあ微妙なところですけどちょっとね言葉が濁しちゃうんですけどね。あちなみにちょっと若干話変わるんですけど、これね笹島ライブ、これ名古屋のね、あの副都心というか、まあ、新都心というか再開発エリアですよね。で僕前このホテルに泊まったんですけどね、このホテルすごい良かったですよ。このね名古屋の駅前がねドーンって見えてね、あの名古屋で一番都会的な景色が見えるホテルじゃないですかね。でね、はい、あの話の一番重要なところに行くんですけど、このね、まあ、今北と西と南見てきたんですけどね、東ですよね。こう名古屋はね、この中心部からね東の方に向かうとね結構栄えてるんですよ。全然田舎にならないんですよね。それをねお見せしようと思ってるんですよね。でねちょっと待ってくださいね。これ栄でしょ、これ栄でしょね。はい、この栄からね、あ西へちょっと向かおうと思います。でここからねずっと行くでしょ。でドドンドドンとね、はここ結構ここも栄えでしょ。まあ、まだここはね町の中心、名古屋 の都心部だと思うんですけど、でこれね今電車がこう北か南から北に行ってますけども、これがね、まあ、名古屋の中心部と中心部じゃないところ の境目になってると思うんですけど、違いますかね、違うかな。これまあ言ったあの大阪でいう環状線の内側と外側みたいなちょっとした区切りになってると思うんですけど、まあ違うんですかね、まあ、わかんないですけど、でまあここね、まあ、まずここ、まあ、こうちぐさかなあ、わかんない読み方、わかんないですけどね、まあ、ここも結構都会ですよね。ここ結構都会じゃないですか。なんかこの辺りとかもなんか結構ビルがね、密集してるし。でね、まあ、これ今ね、名古屋の地下鉄東山線っていうね、まあ、名古屋のまあメイン路線ですよね。大阪でいう御堂筋線、まあ、東京でいう山手線って言ったらちょっと違うんですけど、まあ、名古屋のね、名古屋駅と境を、ね、結んでる、まあ、東山線っていう沿線があるんですけど、路線があるんですけどね、その沿線がねすごい栄えてるんですよ。名古屋の中心から離れてもね、はい、でちょっとね離れていきます、はい、今もうだいぶ郊外エリアになってると思うんですけど、名古屋市内の郊外エリアになってると思うんですけどね、ほらまだ結構ビルとかマンションとか密集してるでしょ。ほらこうタワーマンションとか現れたりとかね、こうずーっとほらね、ほらすごくないですかこれね、都会でしょ。全然ほら偉大なの田舎じゃないでしょ。ほらね、ほらずーっとこうやってね住宅地とか延々と続いてるんですよ。で住宅地って言っても一戸建てばっかりじゃなくてね、こうやってマンションがもうガンガン建ってて、ほらこの辺すごいでしょ。ほらね、ほら皆さんね、皆さんもうね考え改めましたかね。名古屋偉大なる田舎とか言ってた方、ちょっと何言ってるんですか。ほら結構ねこの名古屋の東の方をね Google Earth で見てほしいんですよ、もっとじっくりとね。ほら結構栄えてるでしょ。
これね結構大阪とか東京、まあ、関西とかその、まあ、首都圏とかとね比べても結構なこう密度だと思うんですよ。人口密度というかねだと思うんですよ。この星ヶ丘のあたりとかね、でこうずっとこうね結構今あれでしょ、名古屋の中心から離れたでしょ、けどまだほらずっとこのジャンクション味わい深いですね。おいいね。でこのジャンクション越えてほらまだほらねずっと立ってんですよ。すごいでしょね。うん、まあ今日それをね見せたかったんですけどね。でこうずっと離れてね、今もこれ名古屋のその東山線の沿線を走ってると、あれもう越えちゃった、あ越えちゃったかな、あちょっとなんか見失っちゃったんですけどね、まあ、とりあえずこの辺すごい坂手でしょね。こうやって名古屋はもう一回言うんですけど、東の方に向かうと急にすぐに田舎にはならないです、うん、でねかつこの沿線ってね地下鉄だからね景色が見えないんですよ。電車だとね、車だとよくわかるんですけど、あこれだこれ東山線ですよね。途中から地上に出てね、ほらこのね藤ヶ丘とかすごい栄えてるでしょね。まあそれです今回見せたかったのはね。でこの東山線の沿線とあともう一個ね、赤池鶴舞線だったっけ、あれ鶴舞線だって忘れたんですけど、その赤池っていうところのねこの沿線、これ鶴舞線でしたっけ、ちょっと間違ったらすみませんね、このね鶴舞線の沿線もほら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 見て見てほら栄えてるでしょね。これさっきと違うところですよね、ほら栄えてるでしょね。ここずっとね、まあちょっと名古屋市、名古屋の中心の方にこう帰っていこうと思うんですけどね、ほらね。でまああとまあこれを見ながらねちょっとこれだけ言わなきゃと思ったことがあるんですけど、名古屋を中心とした愛知県ってね工業がすごいんですよね。まあ皆さんもご存知だと思うんですけど、まあトヨタとかね有名じゃないですか。でねトヨタ以外にもね、まあ、僕も詳しくは知らないんですけど愛知県ってまあすごいんですよその日本のねあらゆるものがもうほとんどじゃないか分かんないですけど名古屋で作られてると言っても過言じゃないぐらいね、結構名古屋ってものづくりがすごいんですよね。でね、まあ、ものづくりって、まあ、ものって工場で作られるじゃないですか。で工場ってね高層ビルとかじゃに、お、なんていうの、物を作るために高層ビルって建てないでしょ。だからね、でだからまあ工場が名古屋とその近辺はねいっぱい立ち並んでるわけですけども、その工場が立ち並んでる風景を見てね、人は人間ってねその都会だと思わないんですよ、ね、工場が たくさん立ち並んでる風景を大都会っていう風に、まあ、思う人があんまりいないわけですよね。だからその愛知県ってね今こうやってね名古屋都会でしょ都会でしょって言ってるんですけど、本来もっと力のある町なんですよね。 GDP とかすごいんですよね、うん、まあ、だからその、まあ、さっきからこう都会とかって言ってるんですけど、名古屋 も本当はもっともっとすごいパワーを持ってる町だっていうことをちょっとこう付け加えたいなと思ってたんですよね。で、まあ、こんな感じでね今ずっとビル建ってるでしょね。さすがやっぱり200万人行くだけのことはありますよね。うん、だからねまあ同じこと言うんですけど、名古屋は偉大なる田舎じゃないですよ皆さんね。青春18切符でねちょっとこう名古屋のね近辺を見たからってねそれだけで全部判断しちゃダメですよって話です。でまあまあずっと見てきてほらずっと都会でしょ。でねあとねもう一つ、まあ、名古屋を見てきたんですけどね、続けてとかついでにというかね、名古屋の中周り、東岡崎をちょっと見たいんですけどね、名古屋の外のにも都会はあるよっていうちょっと話をしたいんですけどね、この岡崎ですよね。この岡崎ってね JR も岡崎駅があるんですけどね、でそこを結構ね青春18切符で通り過ぎたことがある人も多いと思うんですけど、その JR 岡崎駅ってね岡崎市の中心じゃないんですよ。結構は、まあ、端っこというかのところにあるんですよね。だからあんまりね駅前マンションとか一応あるんですけど、あんまりその景色を岡崎 JR 岡崎駅の前を見てね、わ都会だなって思う人あんまりいないと思うんですよね。なんですけどね、岡崎市の中心はねこの 名鉄名古屋鉄道 名鉄のね東岡崎駅が、まあ、中心に結構近いところにあるんですよね。で今そこを見てるんですけど、ほらこれめっちゃビル建ってないですかね。これまあ岡崎市のね中心なんですけど、でここね川がね町の中心に川がパーって流れてね結構独特だなと思って、なこの風景僕すごい好きなんですけど、どうですかね。これ名古屋からね今ちょっと見えたと思うんですけど、名古屋からねここ電車で20分ぐらいかかるかな、もうちょっと近いかな、まあそれぐらいのとこなんですよ。ほら結構栄えてるでしょ、ほらね。
だから皆さんのね、まあ、名古屋をちょっとだけ知ってるっていう方だとね、まあ、名古屋近辺で栄えてるところといえば、まあ、名古屋はもちろんと、あと一宮と、あとまあ岐阜、まあ、とあと豊橋が思い浮かぶと思うんですけど、この岡崎も結構栄えてるんだよっていうのをちょっと見せたいなと思ってね。結構ほらすごいでしょ、全然ちょっと離れても田んぼとか全然ないし、結構ね栄えてるんですよ、うん。で、まあ、この岡崎はね、その豊橋と名古屋のその間の一番大きな町っていうかだと思うんですよ。間違ってますか、間違ってないか大丈夫かな、まあ、間違ったら教えてください。であとね、もう一個ね、言いたいというかお伝えしたいのは、名古屋の近辺で栄えてるところをお伝えしたいのが、岩倉っていうところね、がね結構ね空から見るとね栄えてるんですよね。この岩倉の立地がね、まあこの、まあ、名古屋、あれちょちょちょ、あ、うまくいかない、うまくいかない、どうなってんのこれ、あ、ちょっとこれね、岩倉ね、まあ名古屋市からちょっと北の方に電車でこれも20分ぐらいかな行ったところなんですけどね、この岩倉、これ名鉄で北に上がったところなんですけどね、ここもねほらちょっと分かりにくいかな、まあ、岡崎の方がもちろん栄えてはいるんですけど、ほらほらほら結構マンション建ってないですか、ほらすごいでしょね、栄えてるでしょね。まあ、あとこの先のね、江南っていう町も結構栄えてるんですけど、まあ、もうちょっと上かな、あ、まあちょっと田んぼ見えましたけど、まあまあまあそれはまあまあいっか、うん、まあそんな感じかな、今回言いたかったのは、うん。ってことでね、まああと他に東京の動画とか、東京の Google Earth 散歩とか、あと大阪と、あと東京大阪をこうあれ比較するような動画とかもありますのでね、まあ、もしよかったら見てみてください。であとまあなんかいやいやドスコイなんかさっきから何言ってんのみたいな、もうドスコイがこの動画で言ってることほとんど間違いだよみたいな、そういうまあ意見がある方、名古屋の街の発展についてなんかいろいろうんちくとかねある方に、ね、いくらでもコメント欄にもしよかったら書いてみてくださいね。で最後ちょっとね、半田ってところを紹介したいんですけど、知多半島ってあるでしょ、愛知県のね、セントレアがあるところのね、半田っていうところがね、僕びっくりしたんですよね。僕一時期ね、名鉄の全面展望の動画ってね、YouTube によく上がってるんですけどね、それをずっと見てたことがあったんですけど、この半田っていうところに、ね、着いた時にね、すごいびっくりして、ほら結構マンション建ってないですか、ちょっと伝わりにくいかな、ちょっと伝わりにくいかもしれないですけど、ちょっとこのね、半田ってところがびっくりしたんですけど、結構マンション建ってはいるでしょ、うん、まあちょっと分かりにくいかな、まあ、この辺りでは結構かなり栄えてる方なんですけど、まあいいや。はい、ってことで、チャンネル登録してみてくださいね。はい、ってことで、さようなら。